なぜ私を起こせようとしている。いや、私はまだ準備ができてない。怖い。あいつらのメスを見ると私、化け物のように、比類のように扱いされると分かった。いや、私は化け物なんかじゃない。こんな目で私を見ないでくれ。このようなみんなは、こんな目で私を見てるのですか。私は何のために存在しているのだ。もしかして、私の存在は何の意味もないのでは。なのに、なんで私を起こそうとしているの。このままずっと眠させてくれればいいのに。ああ、疲れた。誰にも邪魔されたくないの。ハンター司令官として、あなたは今十分に成熟していません。私はあなたにパートナーを推薦します。そうです、彼女の名前はミアです。なぜあなたは動揺していますか。お前、残りについてはあまり言いませんが、将来は仲良くなって一緒に進歩していきます。どうも、私はミア。
おい人間、訓練の時間だ。さっさとトレーニング始まるよ。いいからいいから、アギリア教官は待ってる。先に行くよ。今日また遅刻。いいから言い訳無用。今日も実戦訓練だ。陣形の役割また覚えているか？ミア、教えてやれ。はい。陣形は前方部隊と後方部隊に分かれ、後方部隊は攻撃フェースが遅い。もちろん後方部隊に狙う陣形もある。よく説明をできたね。さ、まずミアは手本を見せるから。よくやりました、ミア。しかし、こんなもっと強くなるため、必要となる素材を使えば、肉体と装備の強化ができる。ミア、手本を見せてや。はい。敵の居場所を教えてくれ。確かに体が微妙に変化したことは強化し続けていけば。さて、次、今回はもっと手こだいがある相手を連れてきたよ。気を抜くなよ。どうやら戦闘の基本は身につけたようだね。しかしこの前に仲間を集めてチームでは、スクールはここまでだ。あとはあなたたち。うん、まだ余地。ミア、任せと。はい。こんな細胞人間の形式はもう古い。今処理に連れて行くところだ。惜しい？こんな古い形式は置いてもようかな。いいだろう。
好きにせよ。正直私たちもこんな面倒なことをやりたくないし。はは、私の。はは、私の出番だね。私はどうしたの？確かにあなたたちは。私を襲ったのはあなたですね。じゃあ、あなたは私、もちろんです。私はシルティ、よろしくね。私は魔法使いだ。技を強化してくれれば、敵の防御力だって減らしてやれるよ。気づいたよね。今私たちの攻撃は敵の前方部隊にしか攻撃できない。時には敵の前方部隊が手強くいため、先に後方部隊の敵をやっつけた方法が勝ち目が。スターライアンスは私たちのために3つの陣機を作ってくれた。戦況によって選ぶのだ。超遠距離型スナイパーライフルは敵後方部隊を狙撃できます。敵の居場所を教えてくれ。スナイパーライフルは装備すれば戦闘中に使えるようになるよ。こうやって敵の後方部隊を直撃できたよね。早速実践してみましょう。集中したいので。よくやりました、ミア。短時間で大量な物資を入手。素材の集め以外には戦闘中の戦利品の収集もやるの。それらを活用して自分のチームをさらなる強くできる。我々半身は人間のように貧弱じゃ。さて、実戦訓練を続けようか。治療タイプの仲間が必要と思うな。戦闘中傷を治してくれると、ただ没収で簡単に仲間を増やすことができる。そういえば、この前ちょうどチームを探している治癒タイプの細胞人間を見かけたよ。フィオナです。治療上手の仲間を探していると聞いていますが、先に声をかけてやったのはこっちよ。私みたいな治療タイプの技しか使えない細胞人間はもう本当に役に立てて嬉しいです。では訓練を続けましょう。私の出陣を忘れないでね。傷を治してあげるよ。
前方部隊と後方部隊を同時に打ち倒したければ、陣機の中の日本刀を使うのよ。集中したいので、静かに。実戦訓練を始めるよ。戦場は、さて、実戦訓練を続けようか。今回はもっと手こだいがある相手を連れてきたよ。気を抜くなよ。フィオナよ、よろしくね。はは、私の出番だね。戦場は私が切り開く。
フィオナよ。よろしくね。準備万端のようだね。チームの配置もバッチリ。今回のテストのテーマはチームワーク。ミア、人気を窯に帰って。はい。戦場は私が切り開く。印象とかはあるか？隠れや？あなたたち久しぶりです、ジョーカスターさん。隠れやか。手加減はしないよ。あの時のクソガキはこんなにでかくなったか。しかしジョーカスターさん、私は自分の生徒たちを信じて。やるじゃないか。では始めようか。私の技に合わせて。了解。私たちの負けたよ、ハクレア。勘違いかどうかは分からないけど、まだ全部の実力を出し、あなた以外のメンバー全員合格。仲間がそばにいなければあなたは何もできないよ。あなたたちが勝つことは事実として。ジョーカスタさんの言うと、でも戦闘だけが全てじゃない。最後ファンタ試験合格的でおめでとう。さて次からはあなたたち自分自体だ。一人前のギルドハンターを目指していきましょう。プレゼント？どうやら誰かさんが物事を分かってきたのようだね。
敵の居場所を教えてくれ。あらら、あんたさ、大胆だね。変態、ド変態。なんだか武器でやれよ。